皆さんこんにちは、ささみです。狼続きをやっていきます。入幕神殿の最新部にやってまいりました。前回はね、ここで骨をめちゃめちゃ買って、奥に誰かいるねというところまでやりました。この続きをやっていきます。ではスタート。誰かおりますね。こんにちは。敵じゃなさそうだな。おきくるみ？あ、おきくるみか。あれ？おきくるみか。敵だと思ってたわ。おきくるみこんなイケメンだった？こんな格好のいいんだったっけ？あの後すぐに一人のコロポックルが現れて、そいつにアマテラスを助けに行くよう言われたんだ。おー、さすが。あれがお前の言ってた、あの狼の無二の相棒か。あのコロポックルが現れた途端、狼の方も急に安心した様子で、みるみる気力を取り戻し、動けるほどまで回復したではないか。あの二人なら大丈夫。そう思わせるよう、不思議な絆を感じた。だから俺はあの狼を残してきたのだ。素敵。さて、おしゃべりはここまでだ。お前もここへたどり着いたというのなら、目指す者がこの先にいるのはどうやら間違いないようだ。さあ、アマテラス。俺と一緒に戦ってくれるな。もちろん、望むところ。空と土と海の精霊たちよ、我らに聖なる力を与えたまえ。わー、現れたな、フクロウ。2体ね。ボス戦でございますな。相馬神門。奴らさっき慌てて逃げたと思ったら、こっちでこっそり怪我を治してやがったな。からくり仕掛けの奴らを倒すなら一気にやらなきゃダメだ。これ以上こいつらを逃したらこっちの体力は持たんぞ。オッケーオッケー。逃す、へっへ。俺はね、コマロを獲物を二度も逃すほど生倉じゃないぜ。うん、そりゃそうや。やったりましょうよ。わお、これどっちから出せばいいんだろうね。攻撃パターン見てって感じかな。これはオッケーオッケー。あ、いたたたたた、今だ。俺を力いっぱい、待って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 、待って、 X でどれだ、上か。これはこれでいいのかな。強いけど、一応ここで爆弾やっとくか。え、本当にこんな、え、なんか余裕すぎません？あ、戻って戻った戻った。 X で引っ張るのね、分かったよ。なんだこれ。あ、でこっちはこっちね。待って、これ花咲かせんじゃない？これあ、違う、雷だ。あ、違うか、雷っぽいけど。あー、危ない。いやー、痛いけど回避。ダメージを当てられないぞ。これは咲かせて、これは、待って、できなかった。待って、加えたけど、押したんだけどな。あ、やってるのか。なるほどなるほど、やってくれてんのか。あ、なるほどなるほど。あ、そういうことか。あ、やばい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 、私が全く分かってなかった。
連携が取れてないぞ。オッケー。いいですな。そういうことか。これさ、これで待って、オッケー。よし、ここで爆弾を効いてんのか、これ。え、何が起きた。やばい、今めっちゃ攻撃だった、攻撃されたのかな今。めちゃめちゃ攻撃をする。これでもう勝ちじゃないか、これ。これで終わり。よし。オッケー、終わった。ナイス。オッケー。どうなる？あ、これね。手加減などするな。あ、わかりました、ごめーん。で、これでこうして、あとは一体だけだからな。あ、爆弾効いてるな、めっちゃ効いてるわ。あ、あかん、戻ってきてしまった。オッケー、ピーパン。で、こいつをカットして、で、爆弾を設置。で、バンってやったら終わりだー。よし、いい戦いだったぞ。やった、突然長い眠りから覚め、カムイの国を滅ぼそうとした双子の魔人。ヤマタノオロチ伝説を思い起こさせる魔物たちは、アマテラスとオキクルミの活躍で野に散る花と消え果てたのじゃ。よかった。しかしその美しさを塗りつぶすように巨大な暗雲が立ち上った。妖刀カナクリ、大妖怪キュービ、そしてもしれつくコタネつく、これ以上ないほど膨れ上がった暗雲がもちらうようにして飛び去っていく。その行き先はエゾフジの山麓、ラオチ湖に沈んだ箱舟ヤマト。あの船がね、この世の全ての闇を、あそこの、あの箱舟が、トゥスクルの漏らした言葉が胸騒ぎとともにアマテラスの胸に蘇る。初代とアマテラス書いてある。そして魔人たちを倒すために払った大きな犠牲も勝利の余韻を活気した。遠い遠い100年も昔の世界から現れた知らぬいと呼ばれた狼アマテラス。さすがの狼は総魔人の手にかかって息も絶え絶えじゃった。じゃが知らぬいはクルミの剣クトネシリカが光を宿したのを見て、その顔は笑みを浮かべているかのように安らかじゃった。知らぬいは最後の力を振り絞ると、相棒の妖精一尺が作り出した幽門をくぐり元の世界へと帰っていった。それを見送ったアマテラスと一寸は知っておった。知らぬいが真なるヤマトのオロチとの戦いの場に向かい、生死の瀬戸際にあるイザナギを救ってくれること。なるほどね。そしてオロチが滅するとき、知らぬいの命も果てゆく。それが世に伝わるオロチ伝説なのじゃ。
そうか、ボロボロの状態でオルスと戦ったんか。去り際に、ま、若き士の一尺が見せた眼差しはその固い覚悟を物語っているかのようじゃった。おー、器久しぶりだね。かけらだ、かけら。太陽気になった。ピリカー。吹雪の止んだ蝦夷富士のふもと、天照一行が神殿から戻ると、そこには必死で祈祷を続けるピリカの姿があった。そして天照たちの勝利を祝福するかのように、ついに蝦夷富士はその2つの火口から勢いよく火柱を立ち上らされたのじゃ。炎のぬくもりを肌に感じ、喜びの涙にむせぶ村の者たち。じゃがその様子をおきくるみだけは無言で見つめておった。魔人たちを退治したとはゆえ、宝剣を持ち出し皆を苦しめたことがおきくるみの胸を切り刻むかのように痛めつけた。あー、そうか、持ち出しちゃったんだもんね。そんな心、そんなおきくるみの心を解きほぐしたのはサマイクル村長ですね。ただ無言で手を差し伸べ、おきくるみを迎えた。そうか、信頼してるって言ってたもんな。あいつなら大丈夫みたいなこと言ってたもんな。ウェペケレはどんな妖怪にも負けない強い村に生まれ変わったのじゃ。素敵やん。宝剣クトネシリカはおきくるみの手によって元通り祭壇へと戻された。その身に青に黄色の光を宿す限り、いかなる魔物も寄せつけない。クトネシリカの輝きはそう力強く語っている状況だった。その時じゃ、なんだろうか、箱舟か。クトネシリカから一条の光がきらめくと、その刀身のような閃光がラオチコの表面をひとなでした。すると決して溶けることなかった氷にひびが入り、瞬く間に砕け散った。おお、ついに鉄の船大和。驚くべき出来事がアマテラスたちの目の前で起こったのじゃ。で、ひびが割れてということですな。おお、何が起こるんだろう。このボディがね、素敵だよね。かぐや姫の乗ってた、乗って帰ったやつにすごく似てるの、形が。で、デザインが。なんだ？橋じゃないこれ。おー、虹の橋的なやつか。なんだこれ。え、来いって？マジ？ちょっとお二人はどのようにお考えで？ヤマトか、天の国からロツが来たという伝説もそれらしく聞こえる。まあまあまあ、確かに。それっぽいよな。氷壁は砕かれ、天の道は開かれ。あー、なるほどね。氷のことだった。あ、そういうことか。なるほどな。こちらの皆さんは？鉄の箱舟ヤマトが空に浮かび上がった。確かに浮いておる。浮いておるな。あのような鉄の塊が宙に浮かぶとは。トゥスクル。天の国、高間ヶ原から鉄の箱舟が落ちてきて、このラオツコに沈んだというあの神話は、そして箱舟に乗って下界やってきた神々天神族は、箱舟の中で無数の木村に食い殺されたとも伝えられている。なるほど、言ってたわ。常闇のスメラギ率いる何千何万という妖魔の軍勢が、やはり闇の力が世にみなぎっていることと箱舟ヤマトとは無関係ではない。そうかも。持ってみますか。待ちな、マコ。うん。あ、うつこに住んでた。確かに。知ってるよ。二度と戻らない。二度と戻らない。ないぞ。お前やだ、マジで行きたくない。行きたくないけどな。行ってないとこあるしな。いや、
行くわ。なんかこのテンションで行きたい。行ってないとこはいっぱいあるけど、やっぱり行くぜ。私は男だ。行くぜ。大詰めだ。ぽっくり行くんじゃないよ。行かないよ。なんかいろんな生き物が書いてある。あ、待って、今まで戦ったやつらじゃん。最初の大きい雲でしょ。ちょっと2番目は覚えてないな。3番目も覚えてないな。4番目も覚えてないな。最後のキュービでしょ。覚えてねえわ。私覚えてなかった。わー、入っちゃうのかなー、これ。これ入っちゃうのかな。なんだろう。お前との付き合いも結構なもんだけど。もうかれこれどれくらいになるんだっけ。昨夜の姉ちゃんの父、まさぐっているところに始まって、オロチ退治なの、右手で退治なの、いろいろあったよな。うん。人間の体の中に入ったこともありゃ、海の底まで潜ったりもしたっけ。気づいてみりゃおいら、いつの間にか故郷に帰ってきちまったしよ。それでしまいには神話の箱舟がご登場とくりゃ、これからどでかい悶着が起こりそうな大喜利の場面だけどよ。悪いが甘子、お前とはここでお別れだ。おう、どうした。最初から約束してた通り、オイラの旅の目的はお前の13の筆技を盗むことだい。旅すがらお前が見つけて回ったその筆技は一つ残らずこの目ん玉に焼き付けたぜ。わあ、かわいい。まだ完全に習得したわけじゃないが、俺はこの筆技で面白おかしく暮らすからよ。ちょっと寂しい気もするけど、まあお前さんも達者でやりない。おっと、やめなやめな。お前は神様、おいらは妖精、住む世界が違いすぎら。お前もいろいろ大変だと思うが、お前の道はお前一人で行くのが道理ってもいいよ。まあそういうな、おいらにも都合ってもんがあるからよ。ほら、いつまでもグズグズしてないで、ここですっぱりさようならと行こうじゃねえか。マジで。え、やだ、来るなってんだ。何でも言わせんな。お前お前、おいらはおいら、泣いちゃうんだけど。おいらに構うんじゃねえ、このマンキンタン。ザッツライト。え、牛赤めっちゃ久しぶりじゃない。止める必要はナッシングだよ、アムテラスくん。うわー、めっちゃ久しぶりじゃん。今日以来じゃない。てめえはついに天への道が開かれたようだね。どれだけこの時を待ち焦がれたことか。ざっと200年。もやもっとかな。この野郎、相変わらず適当なことを言いやがって。こんなまがまがしい鉄の塊が天の道だ。うさんくさいお前にはおあつらい向きの花道だい。まあお前がどんな悪さを企んでるのか知らねえが、もう俺らには関係のねえことだから、あとはお好きにやりな。本当に行っちゃうの。おやおや、伝説の箱舟を前に怖くなってらんのええかい。何？まあ帰るなら帰るといいよ。どっちにしてもこの箱舟ヤマトには天の道を歩む資格のある者しか乗り込むことができないからね。ユウのチケットなんて最初からないんだよ。なんだとこのインチキ野郎。どうせそんなこと言ってオイラを船に乗せようって魂胆だろう。そんな言葉には乗せられないし、船にも乗るもんかいと言いたいところだが、オイラはへそ曲がりだから乗り込んでやろうじゃねえか。ああ、行くのか。船の中をめちゃくちゃに荒らしておさらばしてやら。ビア。別にミーのせいじゃないよ。言っただろ、天の道を歩む資格のある者しか、この箱舟ヤマトには乗り込むことができないって。
まあミーが言わなくてもごめんマリ君。ユニだって分かってたんじゃないのかい。ユーはこの箱舟に乗れない理由がね、小さな伝道師君。何、どういうこと、どういうこと。おっと、そろそろ時間かな。うわー、あー、嘘でしょ、マジ。ママリ君、助け舟ってわけじゃないけど、今のように必要な予言を一つプレゼントしてあげようか。旅は道連れ、二人連れ、仲を取り持つ船の縁。なんだこれ。ロングバージョンしてみたけど。あー、そっか、故郷とのあれこれはちゃんと解決してこいってことだ。そういう、なんだろう、わだかまりをちゃんと解決しないとこれには乗れないよってことなんじゃない。人生何事も覚悟、結果はどうあれ覚悟を決めるか決めないかで人生の価値は決まる。そんな価値のある人生をユウもたくさん見てきたはずだよ。あ、こいついいやつなの。それじゃあごめんマニ君、 Have a good life。 スター行こう、アマテラス君、ミーたちの因縁に決着をつけにね。やめて、一緒に行きたいよな。あー、あー、いや、私こういうのに弱いんだい。やめちくりー、運ぶでやわと。できてしまった。天使やん。こんなことが信じられましょうか。久しく闇に侵されていようとも、この神々しき法要を見間違えるはずなどございません。我らが狼アマテラス様がお帰りになられるとは。このマルコ、天神族を代表し、心よりお喜び申し上げます。へえ。天神族、マルコ。いや、これはとんだ勘違いを。アマテラス様がお帰りになられと申しました。でもここは下界に墜落した忌まわしき船の中。我らが故郷、高間ヶ原には程遠い場所でした。ああ、じゃあ私も高間ヶ原の人ってこと？この私とて今や霊魂だけをこの世に残し、このように古き習わしに囚われ続けているありさま。しかしそれも我が宿命でしょうか。うん。自然の旅へと向かった仲間たちのためには、幾ばかの心づけは賜りますのか。うん。ああ、そりゃ、する。妖怪牙持ってないんだよ、あんま。無限攻めあるでしょ？めっちゃ買うけど、そしたら、そんな言われたらめっちゃ買うよ。めっちゃ買うと言ってた。私さっきめっちゃ買い物してきちゃったからな。めっちゃ買っとくか。めっちゃ買っとくか。あと、無限戦も買っとくか。どうせ使うからな。セーブポイントだ。ということで、この隊に乗ったら何かがありそう。では次回、この台座に乗る、このね、箱舟の中を探検していくところからスタートしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ささみでした。狼楽しいね。もうすぐ終わりです。じゃあね。バイバイ。